ゴトゥールブリッジは、イランイスラム共和国西アーザルバージャン州、ホイー郡、ホイー市にある、ゴトゥールバレーにかかるバンタブリーズ鉄道の、単線鉄道橋である。バンタブリーズ鉄道は、トルコイラン間の唯一の鉄道連絡線である。アメリカ合衆国の元同盟国である2カ国をより、密接に結びつけるために、東鉄道の建設が CENTO によって始まった。東京料は、 アメリカンブリッジ社のスベルドラップパーセルによって設計され、1969年4月から1970年3月までの期間で建設された。橋梁の個々の部分はアメリカ合衆国で製造され、船と列車を利用して建設現場へ運び込まれた。谷をまたぐ660メートルの橋梁のアーチ部分は30トンの荷重に耐えられるケーブルクレーンを使用して、 形持ち手法で組み立てられた。アーチの両側は直径 59mm の強固なロープを使用して谷の斜面に固定されていた。東京寮はホイイ市の南西約 20km に位置している。東京寮は延長4 4 2 9ルあり、谷の底から高さ1 1 9ルのところで川を横断している。 その主な開口部は223.1メートルのスパンを有する2つの貧実機構性トラスアーチで構成されている。それは台形の断面となっており最大幅が13.19メートルである。2つの上限と下限は最大間隔が8.59メートルである。トラスアーチには溶接されたボックスガーダーで作成されたトラックキャリアを支える。 最大37メートルのスチールトラスポストが8つある。2本のリベット止めされたプレートガーダーのアプローチ橋はコンクリート柱の上に建てられている。建設に使用された鋼鉄の重量は3315トンである。ありがとうございます。